クレートス・クレートスは古代マケドニア王国の武将でアレクサンドロス三世の友人、側近将校の一人である。朝黒い肌をしていたため黒のクレートスと称される。古くはこの絵隊長としてピリッポス二世に仕えていた。マケドニア貴族ドロピデスの子でアレクサンドロスより年上であったことが知られる。姉のラニケはアレクサンドロスの乳母であった。クレートスは アレクサンドロス賛成によって、騎兵親衛隊長に任命され、グラニコス側の戦いで、アレクサンドロスに背後から襲いかかった、ペルシアの武将スピトリダテスの腕を切り落として、王の命を救った。その後ガウガメラの戦いで王と共に、騎兵隊を率いて敵陣に突入し、フィロタスの処刑によって、空席となったヘタイロイ騎兵の隊長に、 ヘファイスティオンと共に任命されるなど優秀な指揮官であった。しかし伝統的なマケドニアの風習を重んじていたため、ペルシア風の宮廷儀礼を導入したり民族との融和を重んじるアレクサンドロスの政策にことを唱え、王にあゆ追従する近従たちの言動を遠慮なく、休断した。紀元前328年にソグディアナのマラカンダで、 ペルシア人のバクトリア総督アルタバゾスが老齢のため辞任を申し出たのを受けて王はクレートスを公認のバクトリア総督に任命し祝賀の縁を開いた。しかし蒸気のような行きさつでクレートスとアレクサンドロスとの間にかねて緊張関係が生じていたため主演の席上でクレートスは王と東方政策をめぐる抗論をはじめ酔った王は クレートスの挑発的な言動に激怒して彼を槍で刺し殺した。その後酔いが覚めたアレクサンドロスは自分の行為に激しい衝撃を受け3日3晩に渡って部屋にこもったまま同国し続けた。ありがとうございます。